金賞安市電気機,機関車連合企業所とは、朝鮮民主主義人民共和国の鉄道車両製造工場、平壌市最上区域に工場がある。朝鮮民主主義人民共和国の鉄道車両生産の使用工場で、各種電気機関車、内燃機関車、モーターカー、路面電車、客車の製造を行っている。2015年7月、現地指導に来た金正恩第一書記は、 新しい地下鉄用車両の製造を指示。工場は同年10月に新型車両ピョンヤン地下鉄100型電車を完成させた。赤旗一型電気機関車1945年11月10日が設立記念日とされている。当初は西ピョンヤン鉄道工場という名称で、貨車の修理を主に手がけていた。1961年にピョンヤン電気機関車工場に改称。 金日清首相は1961年8月30日に現地指導を行った。この際、北朝鮮発の電気機関車を赤旗と命名している。1969年に現在の名称に改められた。韓国において地下組織、統一革命党を組織し逮捕、処刑された金賞康氏を記念したものである。ありがとうございます。